立憲民主党福山哲郎尖閣諸島で言い訳し批判殺到。本日、前原誠司さんが当時外務大臣時代に民主党政権で発生した尖閣諸島中国予選衝突事件において当時の菅直人首相がかなり強い口調で犯人を釈放しろと要求したと暴露いたしました。 この問題で、当時、官房副長官を務めていた立憲民主党の吹山哲郎さんが記者会見にて、指揮権を発動したわけではない。首相が同様が、そこは司法手続きの問題だ。指揮権発動以外、介入しようがない。国益的に何か損なった、中国に対して弱気だったということではない。日本の司法手続きを完結させたということは、非常に大きなメッセージだったと。 言いい訳をしてしまいましてままたさらにツイッターにて「尖閣諸島は我が国固有の領土である。尖閣諸島をめぐり領有権の問題は存在していない。中国予選衝突事案について当時内閣官房副長官として対応に当たった。公務執行妨害事件として我が国の法令に基づき対応したものである。指揮権を発動しとらず、 菅総理が釈放を指示したという指摘は当たらない。2004年中国活動家の尖閣諸島不法上陸事案で小泉政権は出入国管理法違反で逮捕したが身柄を国内にとどまらせずそのまま活動家を送還している。それと比べ 国内法の手続きを完結したことで、尖閣諸島に対する日本の実行者意を内外に示したものであり、弱腰とか国益に反したという指摘は当たらないとなっておりまして、福山さん、あの、ご自身の発言、何を言っているのか、これ、理解されていないと思われます。まず、民主党政権以外の尖閣諸島に関する事件の対応については、 政府が法律に則り、粛々と対応し、犯罪者を入管法に基づいて強制送還しておりますけれども、民主党政権下で発生した衝突事件においては、そのような手続きが適正に行われず、民主党政権が不当に検察に圧力をかけ、強制送還ではなくて、 手続きを完結させず釈放させせず、釈放たといいう問題がございます。福山さんの発言、もう全くもって意味不明でございますので、速やかに訂正をしていただき、この尖閣諸島中国予選衝突事件について、当時の官房副長官として、国民が納得できる形で説明責任を 果たしていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました